どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これ使ってました。クリーツさんのジュメリーっていう商品になります。これは何かと言ったら、挟むタイプブラシの、ストレートアイロンと言いますか、くるくるアイロンと言います。くるくるアイロンじゃないな、普通にこう伸ばして癖を伸ばすアイロンなんですけど、ブラシタイプになってて、しかもこう挟むタイプになってるんで、結構しっかりと癖が伸びてくれて、なおかつ自然、あとダメージが少ない。ちょっと今日はこのウィッグで、結構癖が今出てる状態なんですけど、それをもうこれだけしっかりと伸ばしていきますので、朝の時間のない時、こう髪の毛が広がってたりとかする時に使えるっていう商品になってますんで、いつも悩んでる方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。今回は140度で使用していきます。では早速入れていきます。この商品はもうブロッキングなしでもできるっていう商品なんで、もう本当に毛束を適当に取って、ちょっとだけ分けた方が多分挟みやすいかなと思うので、分けてそのまま根元の方からグッと入れていきます。結構しっかりと伸びてきますね。でこう挟んだ時に、この串状っていうかになってる部分で、髪の毛自体をこう潰さない、ダメージもそのまま抑えれるっていう。アイロンとかだと髪の毛自体をこうプレスして結構こうぐしゃっと潰してしまうんですけど、これはちょっと櫛状に、ブラシ状になってるので、髪の毛自体をこう優しくダメージなく伸ばしていってくれるっていうのが特徴ですね。だいぶ今もここの後ろ側だけやったんですけど、少しやっただけで結構しっかりと伸びてます。こっち側の部分も同様に、多分こう毛束を取る量、ブロッキングしなくてもいいって言ってるんですけど、多分この幅、この厚みぐらいの毛束の方が多分挟みやすいっていうか、全体に熱が通りやすいかなと思うので、だいたいアイロンの幅で取ってあげるといいかなと思います。でなんか強く引っ張られてる感じはないので、通してても痛みというか釣られる感じは一切ないかなと思います。でもこれは結構使ってて楽かなと思います。アイロンとかだと本当にこうなんか失敗すると、結構こうくねっと跡がついちゃったりとか、なんか髪の毛が折れたりとかするんですけど、多分これそんな心配はないかなと思うので、もう本当に自然に、めちゃくちゃまっすぐっていうよりは本当自然な感じのストレートになってくれるかなと思います。サイドの部分もやっていきますね。全体的にブラシでしっかりと溶かしていきます。最後に保湿、テラスターゼのオレロリアックスを使っていきます。かなりやっぱりこうしっとりはさせといた方がこう癖が戻ってきづらいかなと思うので、なるべくオイルをつけて髪の毛をまとめておきます。で、先ほどもお伝えしたんですけど、やっぱこのブラシになっているので、ちょっとやっぱこう髪の毛をこう挟んだ時に、プレスというか潰さないので、その潰さない分、このダメージが結構抑えれるかなって思います。やっぱこの
このブラシの隙間に髪の毛が入るんで、その状態でしっかりと伸ばしていってくれる感じになってるので、結構使いやすいですし、あと髪の毛の毛束もまあまあ広くは取れます。取れるんですけど、まあたくさん取ったとしてもやっぱこの幅までじゃないと、やっぱこうこれよりも大きいと全体的にその髪の毛に熱がちょっと通りづらくなってしまうかなと思うので、まあ、このぐらいの厚さでやる方がいいかなと思います。でこれからの季節、本当に梅雨でやっぱこう朝起きた時に広がってたりとか結構本当にするかなと思うんですけど、本当にこれそのままバーッと通していくだけでできる商品になってるかなと思いますので、マジで出番増えるかなと思います。よかったら皆さん使ってみてください。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。